ハイタウンは2020年から放送されているアメリカ合衆国のテレビドラマシリーズアメリカ海洋漁業局の捜査員が殺人事件に翻弄される様を描く企画制作はレベッカ・カッター出演はモニカ・レイマンドライリー・ボールケルシェーン・ハーッパーなどアメリカでは2020年5月17日からスターズで放送が開始された日本でも アメリカでの放送と同時に、スターズプレイから、日本語字幕、吹き替え版が配信された。本作は、第2シーズンへの更新が決定している。ジャッキー・キノネスは、マサチューセッツ州プロビンスタウンに暮らす、アメリカ海洋漁業局の捜査官で、アルコールやドラッグを乱用している。ある日彼女は殺害された女性の遺体を発見し、ケープコットの組織犯罪や地元でのオピオイドの、 流行との関係を操作することになる。ハイタウンのキャスト。ジョーダン・から、モニカ・レイマンド、シェーン・ハーパー、アマウリー・ノ・ラスコ、ジェームズ・バジ・デール。本作は、ゲイリー・レノンが、ショーランナーを務め、レベッカ・カッターが制作、ジェリー・ブラック・カイマー、ジョナサン・ライトマン、クリスティアン・リードラが、エグゼクティブ・プロデューサーを務めた。第1シーズンは、 批評集積サイトの6点とまとずに19件のレビューがあり、批評価支持率は79%、平均点は10点満点で6.07点となっている。また、メトクリティックには6件のレビューがあり、過重平均値は60、100となっている。ありがとうございます。